コロナウイルスが あるこの現時点のですね言霊っていうのは、あいうえを書きくこさしすせそたちすせと、こういうふうになってるんだけども、そういった時代からですね、全くもう少し、素晴らしい時代にするためには、いの部分とですね、おの部分を変えて読んでみたら、その言霊によって良くなるんじゃないかっていうふうなことが書かれてました。で、実際ですね、それをですね、こういうふうに、まあ、カタカムナにしまして、アオウエイとかですね、カッコウクケキとかですね、サソスセシとか、タトツテチ、ナノヌネニ、ハホフヘヒ、マモムメミ、ヤユヨ、ラロルレリ、ワウォンとかですね、そういうふうにやってきますとですね、結構やったんですけども、患者さんに試しますと非常に体が温かくなってポカポカして、悪い部位が温かくなるっていう人も結構いらっしゃいますから、もしかしたらこういったことをすることによって、まあ医学的に言うと、口の動きで延髄あたりがですね刺激されて、体質が変わって体が温かくなって、免疫が上がるんじゃないかっていうふうなことを予想してますね。